もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、今回こちら、うん、ラーメン虎次郎と読みます。虎次郎、六角橋にございますね、こちら博楽駅、東横線ですね、横浜ね。そう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 、で、あの六角橋仲見世通りという商店街の中にあるんですけども、うん、古そうに見えるけどもオープンしたのは2017年ということで、なるほど、新しいお店。そう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 、でもこんなね、一軒家のそういうようなお店でして、キッチンともは二郎系じゃないですよ、ね、違います、これ似てますけど、二郎系でしょ完全に。いやキッチンともです、これは洋食のお店です。あ、左の虎次郎ですね。そうなんですよ、はい、今回は汁なしを堪能したいので大豚のね食券買って、さらに汁なし変更券というのを、汁なしがあるんですね。そう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 、買ってるんですが、着丼です、うん、こちらが汁なし大、マシ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 のカラカラ、まあこれ辛めのことだけど、はい、プラスマヨネーズもコールできる。おーすごい、これはいい、これはいい。いやー、とろろ。そうなんですよ、月見とろろというのを購入しております。初めて見たね、やっぱ。あ、初めてですか。量計で確かに月見とろろ、いや、なかなか見当たらないですよね。食ったことないのにうまいのはこれも、うん、あー、ね、本当ですか。本当そう、その通りなんです。まあまずはね、こうやって上の野菜を食べていきますけども、お好きな方はこう生卵をいきなり潰してまりやかにしていってもいいんじゃないでしょうか。マヨネーズとの相性が抜群ということで、そして、ね、豚だけども、はい、ね、こいつをあっとい、おいしょ、一口で言っちゃう。館内のね、こう巻き豚に似てますけども、まあ、そうだね、横浜ね、汁なしあるから。そう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 、ただ店長さんのご出身は蒲田の、蒲田店かな。そうそうそう、出身なんですね。アフターシャキマヨと野菜の組み合わせも忘れねえぞという、まあ、ここで、まあ、潰して行っちゃいます。まあ、醍醐味、ね、汁なしの。そうだね、うん、マヨがなくなってきたあたりに混ぜると、まあ後でもまろやかな味になるんで、うん、僕はおすすめですけども、うん、さあそしてね、注目していただきたいこちらのニンニク、うん、まずこう持ち上げましたが、はい、反対側にも同じめちゃめちゃあるね、森があるということでね、やばいな、やばいな、すごっ。あ、改めて見てもすごいなこれ。もう全部山山ね。あーとと汁なしとか言ってますけど も、うん、もう完全に汁いっぱい入ってる。まあまあまあ、ニンニク麺ということでね、食っていきましょう。非常に平均的な弾力の縮れ麺ということで、バランスいいんじゃないでしょうか。ニンニク量はまあ豊富なんですけども、辛さはやや控えめということで。あ、なるほど、ございます。そしてね、これ丼の底から引き出り出すと、やっぱり汁のね、この返しの強さ楽しめるんで、ぐわっと持ち上げていきましたけども、横の方にね、こういった、あ、いいね、フライドオニオンもあるんで、これも館内に似てますよね、こういった。そうですね、館内の汁らしいね。なるほど、カリカリが楽しいんですが、これはちょっとね、コールできないアイテムとなっております。なるほど。あ、そこだ、天地返し。あ、マジでうまそうだなこれ。うまそうですよね、絡めてね。あ、いいね、麺の茶色さがいいですよね。あ、味が染みてるなって感じだね。さようでございます。まあ天地返しすると麺を伸びさせないという効果もございますが、先ほど言いましたけども、もうラーメンと同じぐらい塩入ってるんでこれ、他がね、より多いからね、より多いから。そう、来ました。あ、そして出た、現れた。ちょっとこう返しもかかってたりして、ここに来た。あ、なるほどね。これを混ぜていきましょう。うわ、うまそう。もうこのまま食っていいもんな。あ、まあまあそうね、これ単体で美味しいもん絶対、うん、あー、もうあー、うまそう、伸びるきしめんのようなもん。どこで止めてんだよ。顔ちょっと顔が、ね、気になっちゃいますけども、あ、いた。もちもち麺にプラスされる強力な粘り。なるほどね、つけて食べると、うなずいちゃってまあ。相当おいしいんでしょうねこれは。おいしいでしょう、おいしかった、うん、説明とも言うべきうまさですね。いや、そうだね、うん、めちゃめちゃうまそう。これまあかけていきますけども、あ、ね、月見がないとろろだけの方もあるんで、それはお好みで頼んじゃってください。あと現金です、カウンターでの現金なんで、あ、食券だ、食券ないんで、そこもちょっと気をつけて、忘れないように欲しい人は。これね、自然薯なんじゃないかなっていう、あら、もう粘り具合、山芋の中でもとろろの中でもね。さあ、そして気になるのがこちらの出ました西原&シオートと LDD ブラックペッパー。マジでどこでも見たことない。本当にね、これ、そうですかこれ、調べてもマジで画像出てこない、 Google で。あ、マジのミステリアスな香り。胡椒じゃなかったんじゃない。いやいや、胡椒っす、本当の胡椒っす。胡椒っす。ああ、もうそう言ってる間にもう謎は深まるばかりのミステリアスな香りってどういうことだ。いや、やっぱり疑問が残ったままの香りを嗅いじゃった。気になるの、最後めっちゃ気になる。気になったな、胡椒で終わっちゃう。マシマシ力が90点よ。高いな、多かったね、意外と多かったよ。というわけで行ってまいりましたけどね、これだけは僕は触れない、はい、この、博楽、
東博楽とあとその上の妙蓮寺、この3駅東横線の中でも一回も使ったことがないこの3駅、まあ、あの急行とかだと飛ばされちゃう、あ飛ばされる駅なんだね、そうそうそう、はいはいはい、あと横浜の後が菊名で、あそうそう、その後武蔵小杉って感じだから、その辺はね全然利用したことある、馬車道、あ馬車道はもっと向こう、もっと向こう、もっと横浜側だね、ほんと知らないからその辺は、あだからもう本当にこの島次郎、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 え、トラ次郎だよね、トラ次郎、トラ次郎、島次郎、島次郎って言ったもん、マジかよ、トラ、いやちょっとトラが入ってきちゃったから、トラ、マジかおい、トラが入ってきちゃうから、やっぱり、じゃあトラ次郎のおかげで行けたんですということを言いたかったんですよ、博楽に、島次郎のおかげではない、島次郎のおかげではないです、トラ次郎のおかげ、というわけでまたちょっと行ってみたい、普通のラーメンも行ってみたい、なるほど、大変美味しかったです、チャンス、はい。